はじめの一歩最新1457話になります。本日18ページ連載でしたね。この漫画の場合18ページ連載されるだけでおっとなってくるけどね。それが本来ね普通なんですけどね。この漫画の場合単ページ連載があまりにも多いから18ページ描かれるだけで今回書いてきたなとなる謎の現象が起きてますが、ただやっぱりしっかり書いてくれた回はいいですね。内容的にも今回はちゃんと面白かったんじゃないでしょうか。ついにマシュマの世界戦仕様のニュースタイルが登場し、果たしてそれがロザリオに通用するのか、そんなエピソードとなっておりました。では早速最新1457話見ていきましょう。ちょっと今回から軽く今までの振り返りもしてみようと思います。まず今行われているのがマシュバの世界戦。対戦相手は世界チャンピオンマーカス・ロザリオ。マシュバ陣営としては調整不足で体力面に不安があるマーカスの体力を削る方向で考えてましたが、マシュバ本人はいきなりバチバチの打ち合いに。ただロザリオともしっかり打ち合えていたことから、明らかにマシュバのインファイト力が上がっていることがわかります。その前はガルシア相手にインファイトはかなり苦戦してましたからね。ガルシア以上のインファイターであるロザリオと打ち合えているのは、マシュバのインファイト力の成長を感じる描写となっていました。第1ラウンドはほぼ互角のまま、現在は第2ラウンドに突入。第2ラウンドは少々状況が変わってきました。ロザリオが得意パターンを展開。マシュバの前足の外側にオーバーテイクし、ロザリオが左を打ち放題できる状況。試合前に一歩が危惧していた状況ですね。これが実際に起きていて、こうなるとさすがにロザリオ優位。第2ラウンドは今のところロザリオ優位で試合が進んでいます。そこからどうなるかというのが今回ですね。前回のラストで分かってましたが、今回マシュバがやってきたのが世界戦仕様のニュースタイル。これは試合前に一歩とのスパーリングで見せたやつですね。前足を大きく前に出すことで間の踏み込みとオーバーテイクを防ぎながら、上体は正対面に構えることで右手を相手に近づけ、マシュバが一方的に相手を投げることができる間合いを作る。手足ともにリーチがあるマシュバだからできる新技ですね。果たしてこれがロザリオに通用するのかというのが注目ポイントでしたが、この構図も個人的に結構面白かったですね。リング上視点で描かれるというね、前足を大きく出すスタイルなので、それを強調した構図となってますが、ぶっちゃけ一歩とのスパーで描かれた構図はダサかったので、今回の方が断然迫力があっていい工夫だと思いましたね。あとこのロザリオ視点から描かれるのも面白かったですね。このスタイルは距離感を重視しているスタイルなので、実際どれくらい遠いのかというのが読者視点からでも分かるような描かれ方の工夫となっていて、これもいい描写だったかなと思います。いやにしてもめちゃくちゃ効いてましたね。マシュバのニュースタイルは効果てきめんで、この構えになった途端ロザリオを一方的にボコボコにしていくというね、面白いくらい効いてましたね。やはり自分の間合いに入れずロザリオは全く攻撃できず、マシュバだけが殴れる距離に釘付けとされ、たまらず自分から距離を取ってしまう姿も描かれていました。本当にマシュバの思惑が完璧にはまってましたね。ここまで綺麗にはまるかというくらいロザリオに効いてました。いやでもここまでは序盤からマシュバ優位に進むとは予想外でしたね。ガルシア相手にも最初かなり苦戦してたから、ロザリオも最初間違いなく苦戦するだろうなと思ってましたが、蓋を開けてみれば全く逆で、今のところマシュバがロザリオを圧倒していくというね。今回で第2ラウンドが終了となりましたが、第2ラウンドは完全マシュバ優位でしたね。完全にマシュバ側が世界チャンピオンに見える回でしたからね。でも今回でマシュバの実力が証明されたことになりますね。マシュバの実力は世界チャンピオンレベルに達してると、世界最強クラスのインファイターともやり合えることが分かる回で、マシュバのさらなる成長を感じられた回となっていたのではないでしょうか。ただロザリオがこのまま終わるはずもないので、今度はロザリオ側がどう動くのか注目です。世界レベルの悪ということで反則もしてくるでしょうか。まだちゃんと技術で勝負してくると思うので、世界最強のインファイターがマシュバのこのニュースタイルをどう攻略していくのか、そこら辺楽しみですね。であと個人的に面白かったのが沢村の存在がやっぱ面白いですね。めちゃくちゃ後方からしずらしてていいキャラしてますよね。もう顔つきが昔の思いないですからね。あの凶悪な人相なりを潜め、めちゃくちゃいいやつの面紙になってますからね。マシュバの活躍に満足げの表情ということで、沢村のこの顔が見れたのが個人的に今回の話の中のポイント高いです。また次回も動画にしていきます。あとサブちゃんもやってます。サブちゃんではね、主にジャンプで連載されてる漫画について今話してるので、漫画好きの方は良ければこちらもご視聴ください。チャンネル概要欄に載せております。それではまた。